昨日の配信見ないでね、マジで見ないでください。本当に恥ずかしすぎるんだけど、なんかめっちゃ切り抜かれててさ、なんかさ朝起きてさ、あのツイッター見てたらさ、めっちゃなんか切り抜かれて、もう本当にさやめてください。やったかいコメントありがとう、ありがとうね、応援してくれた人、本当にみんなの応援が嬉しかったです。だしもうね、その分やっぱ悔しいってなった。うん、みんなもね、私がその、まあ、2位ね、今回2位になったんだけど、その時ね、みんなね、あの同じように悔しい、頑張ったねって気持ちをね、送ってくれてありがとうやめろ、マジ切り抜き見ないでください、見ない、ちょアーカイブも、ちょみんな恥ずかしすぎる、マジで見ないでくださいなかなかさ、なかなかね、こううわーって泣くことはない。そう、本当に、でもそれぐらい熱い戦いだったんだよね。今回マジでレベル高くて、みんなめっちゃ練習してたから、すっごいね、楽しかった。やっぱめっちゃ楽しかったな。え、なんかね、昔、軽音の、なんか音ゲー ?PSP の音ゲーみたいなのを、昔友達と買ったんだよ。そう、一緒に買おう、一緒に通信プレイしようね、とかって言って買ったんだけど、ちょっと私がハマりすぎた結果、友達がついてこれなくて、やめちゃうっていうそう、え、面白くないって言って、そう、ゲームが面白くないんじゃなくて、そのアクアちゃんとやるの面白くないって言って、やめちゃったっていう苦い思い出があってさ、もうこれマジ涙なしじゃ語れない思い出があってさ、なんかその自分はすごいさ、ちょっとマジなんかソロ気質な部分があったりとか、なんか一人だけ熱くなってなんか浮いちゃうとかよくある、そうから、どうしようってマジ日々不安になってるんだけど、でもなんか今回はさ、こうやってみんなすっごい練習してさ、もうほんとみんなガチでさ、まるまるちゃんには負けない、まるまるちゃんに勝つみたいな感じで表彰台に上がるんだ、1位になるんだっていう、そういうなんか本気でゲームができるってこと、みんなで本気でゲームができるっていうのはね、本当にね、楽しかったなぁ、マジで。いやー、昨日はマジボロボロに泣いちゃったけど、今日はね、改めて振り返ってすっごいいい思い出だったなって、いい経験だったなって思ったなぁ。いや、すっごいね、マジ放心状態だったんだよ。そう。朝も、なんか、ちょっとわかんない人もいるかもしれないけど、とある、インデックスの、アクセラレータが上条トーマに負けた時みたいなちょっとこれ、わかんない人のが多いと思うけど、俺は負けたんだっていうね、そう、大好きなんだけど、アクセラさん、そういう感じの気持ちに浸ったアクセラさんはこういう気持ちだったんだなってなったなわかんない人多すぎるでしょ、これわかりにくいな、マジで。まあでも本当に楽しかったって気持ち、悔しかった、でも楽しかった、次は絶対勝つって気持ちが強い。だからね、もし次ね、マリカ杯とか大会あったらね、マジで次は勝つから、みんな待っててほしい頑張るから、よろしくお願いしますお願いします。